はい、皆さんこんにちは、うんたんです。本日はですね、私一人での、動画となります。緊張します。なんでね、動画撮ろうかと思ったかというと、ルーちゃんがねいないからです。まあ、拍手していいのかちょっとわかんないですけどね。まあ本当はね、いやいやいや、ルーちゃんの悪口いっぱい言うんぜみたいなね、こんなね動画をね作ろうかなと思ったんですけど、まあ、今回はね率直な意見を皆さんに伝えていきたいなと思います。よろしくお願いします。馴れ初めとか、まあそこは省略していいかなとは思うんですけど、まあ、最初ルーちゃんと会ってからね、最初の1年は本当遠距離だったんですよ。台湾と日本で本当の遠距離してたんですけど、まあ、その時にね、まあ、そこまで寂しいっていう感じはなかったんですよ実は。まあ、なんでかっていうと、毎日ねビデオ通話したりとか、まあ、その時期はねコロナとか全くなかったんで、まあ、3ヶ月に1回、2ヶ月に1回ぐらいはねもうお互い会いに行ったり、会いに来てくれたりとか、して、お互い会ってたんで、そこまで寂しくはなかったんですよ正直ね。だからね、今回出会ってからもう5、6年経ちますけど、遠距離することになってどんな感情になるんかなって自分でもちょっと気になってたんですよね。まあ、正直、まあ、最初の方はね、まあ、余裕かなと思ったんですよ。まあ、今のこの時期で、まあ、ビデオ通話とかもね、できますし、正直余裕かなと思ったんですけど、全然違ったんですよ。率直なね意見を言いますと、とにかく寂しい。本当に寂しい。同棲とかしてて、まあ、普段同じことをねすることが多いんですよ。ご飯食べに行ったりとか、ドライブ行ったりとか、あと買い物に行ったりとかですね。まあ、お互いの共有時間がすごい多かったんで、なんか急にそれがなくなるととても寂しい。やっぱね、ルーちゃんの存在って大きいんだなって思いました。普段やってることが急にね違うことになっちゃうと、人間って困惑するんですね。それで困惑してなんか後からね悲しい気持ちがどんどん来てくるんで、いやそこちょっとね驚きです自分でも。いや本当に自分はあんま寂しがらないんですよ。でまあルーちゃんの前でも全然寂しくないよみたいな感じでちょっとねかっこつけてたんですけど、いやいざ一人になってみると、なんか何するのもこれルーちゃんがいたらよかったなとか思って、なんかちょっと悲しい気持ちになるんですよね。ルーちゃんに全然寂しくねえよみたいなね、あ俺一人大丈夫だみたいな、ちょっとカッコつけてたんですけど、ちょっとね恥ずかしいけど寂しい。普段ね二人でいるときは、まあ、結構ね自分は自分の時間を大切にしたいなって思う人なんですよ。まあ、例えば一人でゲームしたりとか YouTube 見たりとか、まあ、結構ね自分の時間が結構好きなんですよ。まあ、睡眠もすごい取りたいですし、もうゲームもずーっとやりたい、もうほんと24時間したいぐらいゲームも好きなんですけど、ルーちゃんがいると何かと共有してきてくれるんですよ。 YouTube、 あこれ見てみてこれ面白いよみたいな。でも自分はゲームしたい、 YouTube 見たい、テレビ見たい、睡眠したいみたいな、そういうのも結構あって、まあ、ちょっと言うとイライラしちゃったりとかそういう時もあったんですよ。文化の違いもあると思うんですよ。まあそういうのもあるんですけど、でもねそういうのねあってもいいなって思った今。いないと分かんないことって多いなって思いますね。なんかいたらもうそれが当然と思って、なんかめんどくさいなーって思っちゃう時もあったんですけど、寂しいね、もう寂しいしか言ってない。まあちょっと恥ずかしいんですけれども、まあこの気持ちをね、まあルーちゃんにもね伝えたいなって思っておりまして、動画を撮りました。ルーちゃんがねいなくて、まあいろいろ考えたんですよ。ルーちゃん出会う前の俺と出会ってからの俺何が変わったかなと。したらね、今まずこういう風にカメラに通して言葉を発してるっていうのが、そもそも昔の自分じゃありえないですね。もともと表に出ることがあまり、まあ、得意ではないんですよ自分は。そういう人間なんです、だったんですけれども、まあ、ルーちゃん出会ってからもうすごいなんか感化されました。もうルーちゃんすごい前に出ることが得意で、スピーチとかもしたりして、もうすごいかっこいいなと思ったんですよ。で、まあ最初ね、YouTube 出る時も、まあ大江戸応援戦の動画見てくれたらわかると思うんですけど、出るっていう感じじゃなくて、もうなんか映るって感じだったんですよね。まあどんどん YouTube 撮っていくにあたって出るようになってきて、それはもう自分でもすごい変わったなと思ったんですよ。今も一人で撮ってることはすごい、もうびっくりです、自分でも。そこはね、ルーちゃん来て、いい刺激になったなって思いました。まあ、新しい自分を発見できたというか、すごいね、ルーちゃんに感謝してます。ありがとう。まあこういう風にね、今コロナ禍の状態でね、まあ本当会うこともね、なかなかできないんで、まあそれはね、もう本当皆さんも同じ気持ちだと思いますんで、もうお互いね、
もう支え合って、乗り越えていきたいなと思います。本当早く、コロナがね、収束してくれることを、心から願っております。まあ、今回はねちょっといつもの動画と違って、まあ、ちょっとしんみりとした感じで喋ってみたんですけど、喋り慣れてないんでいろいろ聞きづらかった部分はあるかと思いますんで、心を広くして聞いてもらえればと思いますんで、よろしくお願いします。今まで聞いてくれて、ありがとうございます。次回はねルーちゃん悪口編いっぱい撮ろうかなと思いますんで、よろしくお願いします。まあ、今回はね、本当に率直な、ね、意見を、言いました。でも悪口編でもいろいろねありますんで、皆さんご期待して、待ってください。それでは See you next time! バイバイ。今、まあ、一人暮らし状態なんで、一人暮らし状態の時の最近買って良かったものをね紹介したいと思います。まずピップエレキ板。なんかルーちゃんが前ねピップエレキ板いいよって言ってて、これでねちょっと使ってみたんですよ。しかもめちゃめちゃ良くて、で今回もねちょっとリピートしちゃいました。いやね、最近肩こりが激しいんですよ。パソコン仕事が最近増えてですね、すんごい肩こるんですよ。なんで今もね貼ってます。これ見えるかなちょっと恥ずかしいんですけどね、これねめちゃめちゃ効くんですよ。肩こりから来る頭痛みたいなのもあって、すごい辛かったんですけど、頭痛薬も買ったんですけど、なんかね頭痛薬使わなくても頭痛治って、やっぱ肩こりから来る頭痛ってあるんだなと思って、マジ買ってよかったなと思います。全然案件じゃないんですけど、これは本当に良かったと思いました。あとこれ柔軟剤前のね部屋の時のがあったんですけど、まああれがなくなったんで新しくね買ったんですよ。でね、このねラボンの青はもう6年前ぐらいからこれ使ってたんですよ。で、まあ、ルーちゃんと一緒になって、まあ、ルーちゃんがいろんなね企業さんからもらったりとかしてて、そういうのでね違うの使ってたんですけど、まあね今回ラボン使ってみて、あまたこの匂い好きだなと思いました。いい匂いがずっと続くし、しかもねなんかヤンにならない匂いで、すごい爽やかな匂い、これねとてもいいなと思いました。おすすめ。最後ね、まあ男一人ということでね、匂いにもね気をつけようかなと思いまして、まあ別に誰も来るわけじゃないんですけど、これもねちょっとドラッグストアで買ったんですけど、これもラボンのね芳香剤、これ見た目がねすごいおしゃれなんですよ。なんかこれがねずっとなんかいい匂いを、まあ、1ヶ月半ぐらいなんか持つみたいなんですけど、なんかねこのピンクは特になんか綺麗で、インテリアとしてもすごい おすすめです。しかもいい匂いですんで、これもおすすめです。このラボンシリーズ結構好きなんですよね。だからねこれは皆さんにもぜひおすすめしたいと思いました。バイバイ。君と